15歳の頃、恩師の言葉に一生で1万冊の本を読んでみなさいという教えがありました。読書は嫌いではなかったので、そのことを人生の目標に定めました。しかし、正確には読んだ数は数えていません。50歳を過ぎ、病気で読書量が減ったのですが、ある時、一体どれぐらい読んだのだろうと思いました。とりあえず、蔵書の数を数えてみることにしました。ただ、数えるだけでは面白くないので、その本を YouTube で公開しながら、数えることとします。なので、生涯に読んだ本の数ではありません。蔵書の数ということになります。読む傾向としては、歴史もの、郷土史関係、推理小説などが多い傾向にあります。読んだ内容も、覚えていないことも多いです。特に、感想というものも書いたことはありません。高校時代に教わった、白亜校出身の恩師は、感想を書く暇があったら、次の本を読めと言ってくれました。とても個性的で、好きな先生です。卒業してから30年後に偶然会って、読んだ本を聞かれて何冊か伝えたところ、お褒めの言葉をいただいたものでした。おかげでテレビというバカ製造機をほとんど必要としない人生を歩んでいます。読もうとして入手し、読んでいない本も50冊はあります。今では読みたい本もインターネットで比較的簡単に探すことができます。本当に良い時代になったと思っています。まもなく還暦ですが、生涯読書1万冊に少しでも近づきたいと本当に思っているこの頃です。